バリックパパン、バリックパパン、インドネシア語、バリックパパン、旧称、ビラプパンもしくはボリーコポームは、ボルネオ島東,東岸にある東カリマンタン州に属する、港湾都市、バリックパパンとも表記する。この地方は、資源が豊富なことで知られ、木材や鉱物資源、石油製品を輸出する。フェリー乗り場のあるスマヤン、セマチョン港とカリアンガウ、カリアンガウ港、そして、 スルターン・アジ・ムハンマド・スレーマン空港が同地への主な交通手段となる。バリック・パパン地方の地勢は、丘陵が85%を占め、その周りの海岸に沿った15%の狭い面積だけが平地となる。丘陵は隣接している谷より100メートル未満の高さの緩やかなもので、バリック・パパンの標高は海面0メートルから80メートルである。 バリクパパンの土の大部分は、黄色でやや赤いポドソル製土壌と、沖赤土と赤鋭砂を含んでいて、非常に侵食されやすい。石油が発見される前は、バリクパパンは孤立した、ブギス、ブギス族の漁村だった。バリクパパン、バリクが、背後、パパンが、板の意味の語源は、地元の王が、自分の新生児の娘を、敵から守るため、 海の中に投げ入れたという伝説から生まれた。赤ん坊はいくつかの板の下に繋がれていて、漁師に発見された。1897年に小さな生成会社が最初に油田の発掘を始めた。オランダの石油会社がこの地域に来て、以来、道路、鳩場、倉庫、事務所、バラック、バンガローの工事が始まった。1942年1月24日に、 バリクパパンでは、日本軍と連合軍との間で戦闘となり、声油所その他の施設が大きく破壊された。ボルネオ島支配下に置こうとする連合軍のボルネオの戦いにおいては、1945年のバリクパパンの戦いまでに、いくつかの戦闘が続いた。大規模な戦闘でこの地域のほとんどすべての石油生産設備が破壊され、ロイヤルダッチシェルが主な修理を行った。 シェルはこの地で1965年まで創業を続け、同年にプルタミナはインドネシア政府の所有となった。石油埋蔵を探索するための技術、熟練労働力、資本が不足していたので、1970年代にプルタミナは石油採掘権の請け負いを多国籍企業にまたしした。この地域における唯一の製油所となったバリクパパンは、 石油生産の中心地として生き返った。国際的石油会社の支店設立に続き、プルタミナもこの年に地域本部を開いた。インドネシアのよそからやってきた何百人もの労働者やマネージャーや技術者といった手に職を持った海外勤務者がこの年に押し寄せた。バリクパパンは下記と接している。スハルト政権の間は対外投資の促進。 特に天然資源と鉱物資源の開発の促進によりインドネシアは景気拡大で空前の成長となった。その政策は制御不能の環境破壊で大いに批判され官僚と政治家を堕落させた。が、それは資源の豊富な都市の開発をかなり促進した。1970年代に材木と石油の輸出が劇的に増加した時、バリクパパンは 毎年7%ずつ人口が増加した。プルタミナ、インドネシア、トタル、フランス、シェブロン、米国、シュルンベルジェ、ハリバートン、米国などの多国籍企業がこの都市で商業活動を行っている。また、政府の公共サービスがこの地域に労働者を引き付ける。これには、インドネシア銀行、財務部、スマヤンコ、その退屈家がある。 バリクパパン製油所は、バリクパパン湾岸に位置し、2 5トルの広さがある。この地域の最も古い製油所であり、1922年に設立された。第二次世界大戦では連合国によって破壊され、1950年に再建された。製油所は、バリクパパンイとバリクパパン E の二つに分かれる。バリクパ,パンにはつの所,所があり、ナフサ、 灯油、ガソリン、軽油、その他残余物を生産する。また、高真空装置があり、100トンのパラフィン、油蒸留液が生産され、ワックスの原料となる。ワックス自体には、いろいろな品質があり、国内と国外に販売される。バリクパパン2は1983年11月1日に、開設。脱水素法と水素接触分解法による、 製油所があり、ガソリン、LPG、ナフサ、灯油、軽油を生産する。バリックパパンにある空港は、スルターン・アジ・ムハンマド・スレーマン空港である。ここは、インドネシア内で、スカルの張った国際空港に次いで、発着便数の多い空港で、大型旅客機も発着できる。現在あたり空港を使用している、航空会社は、国内線が、ライオンエア。 スリミジャヤ航空、国際線がシルクエアである。インドネシア内のイスラム教徒がメッカ巡礼、発地の出発地とする主な5カ所のうちの一つがこの空港となっている。1996年と1997年には4500人以上の東カリマンタンの巡礼者が使用した。そして1997年から1998年までは東カリマンタン。 南カリマンタン、中部スラウェ市、北スラワ市から巡礼者に供された。またバリックパッパンには空港の他にスマヤン港がある。ここはスラバヤ、マカッサル、ジャカルタ、パレパレ、マナドなど多くの地を結んでいる。1990年代では船便での移動がごく一般的だった。しかしながら多くの格安航空会社の参入後、現在では船より飛行機が より多く使用される。それ以外に、東カリマンタンの沿岸地域を旅行するなら、ペナジャム、パナジョムなどのフェリーが、大体手段としてある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。